女性が見せるあなたに首ったけ大好きサインについてお伝えします。どうしてもこの人は逃したくないと女性が思った時に思わず出してしまうサインがあります。そして相手をあなたに首ったけにさせる方法があります。これで気づいたら相手の頭の中にあなたの存在がいるようになりますよ。これは LINE でも使えるので LINE が苦手な男性も必見です。それではやっていきましょう。前半ではあなたに首ったけ大好きサインをお伝えして、後半では女性を首ったけにさせる心理テクニック3ステップをお伝えしますね。まず一つ目の女性の大好きサインはスマホを触らないということです。これはわかりやすいですよね。本当にあなたのことが大好きで夢中になっていたら一緒にいる時にスマホは触りません。目の前のあなたに集中するからですね。そしてあなたが魅力的であればあなたしか見えなくなるので時間とかスマホが気にならなくなります。逆によくスマホをいじっているとかカバンを触っていると、これは人の逃避行動といって帰りたいと無意識に触ってしまうんですね。目の前の人から逃げたい、一緒にいたくないと思っていると別の方に逃げてしまうんです。こういうサインが出ていたら残念ながら脈なしかもしれません。2つ目は帰ろうとしないということです。例えば脈なしだったらある程度一緒に過ごしたら、じゃあそろそろ帰ろっかとなります。例えば食事をしてお店に出た後とか、なかなか帰ろうとしない、帰る素振りを見せないとなったら、これはもう首ったけ大好きサインです。女性は帰りたくないとか、もっと一緒にいたいとか恥ずかしくてほとんど自分の口から言いません。ただ帰るとも言わないんです。これが一つのサインです。ちょっとわかりづらいですよね。ぜひこのサインは覚えておいてくださいね。まずは相手のことを先に理解するのがモテる男性です。ぜひ女性心理を学んで安心感を与えられる魅力的な男性になってくださいね。以前女性が本命男性だけにすることについての動画をアップしているので、そちらも後で見ていただけたら理解が深まると思います。では後半は女性を首ったけにさせる心理テクニックですね。ステップ1は単純接触効果です。これは同じ人や物に接触する回数と比例して好意や親近感を抱くようになるという心理効果です。単純接触効果は接触する時間は短くても回数が多ければ効果を発揮します。あなたの好きな人が SNS を利用しているならフォロワーになってつながりを持つというのもおすすめです。例えば YouTube 配信している子だったらコメントしてあげるといいと思います。単純接触効果は会う回数が増えるたびに効果が強くなりますが、実は頭の中で考える回数が増えるだけでもこの効果は発揮します。なのであなたのことを考えさせると頭の中で接触回数が増えますよね。すると好意や親近感が高まります。ただ相手とそこまで親密になれていないのに単純接触効果を期待して無理に会おうとしても、相手が嫌がるようであればもちろん逆効果になります。そこは気をつけてください。また相手の性格によっては単純接触効果が期待できないこともあります。用もないのに毎日 LINE が来ると面倒くさいなと思ってしまう人もいます。なので相手の性格もチェックしてから単純接触効果を使いこなすことがポイントです。はい、次です。相手を首ったけにさせる方法ステップ2の心理テクニックがザイガルニック効果です。心理学で言うと、人は完全なものよりも不完全なものに対して興味を持つ傾向があります。これをザイガルニック効果と言います。これから分かりやすく解説していきますね。これは人間誰しも避けて通れない心の動きで、 CM やドラマなどでも多用されています。人は中途半端になっている作業や仕事は猛烈に頭に残るんですね。なのでこれをあなたの日常生活に取り込んで恋愛に活かせると、相手をあなたに首ったけにさせることができるというわけです。これはどうやって活用するかというと、会話を途中で中断させるということです。そうすると続きが気になってもっと話したいと相手に印象づけることができます。例えばお互いいいムードになってきた時に、会話が盛り上がった時に切り上げると、相手は続きが気になって気になって仕方なくなります。ホステスさんで上手な人はあえて話を途中で終わらせて連絡先をゲットしたりします。帰り際に合わせて会話を盛り上げて、じゃあねとあっさり解散するとか、デートをあえて少し物足りないような、もっと一緒にいたいなぐらいで終わらせます。
そうするときっと相手はまた会いたい、またゆっくり話したいなと思いますよね。この時に次の約束とか LINE 交換を提案すると成功率が高くなります。なぜなら相手もあなたともっと続きが話したいと気になる気持ちを解消したくなるからです。続きを話すという理由があると自然に約束を取り付けることもできますよね。 LINE だったら寝る前に会話を途中で終わらせてしまうというのもこの心理効果が働きます。あとは家に着いたら LINE してねというのも、家に着くまでの間この約束が完了するまで頭に残りますよね。私を心配してくれて、気にかけてくれて、優しいという好印象も持たれるし、これはいいと思います。またあなたに会いたいと中毒にさせる秘密とか、あなた依存症にする禁断の方法という過去動画も参考になると思うので、後でよかったら見てみてくださいね。そしてステップ3は認知的不協和という心理テクニックです。甘え上手で、恋愛でも友達でもちょっとしたことなのにやたら人に頼るようなタイプっていますよね。こういう人って周りにも気に入られてることが多いと思います。相手のわがままを聞いていたり、ついお世話を焼いているうちにその子のことがだんだん気になるようになっていた経験ありませんか？これには実は認知的不協和という心理が隠れているんです。人は矛盾した気持ちを抱いた時にその感情を解消しようとします。わがままを聞いてあげた時、いやいややっているのではなく、この人のことが好きだからしてあげていると無意識に考えるようになるんです。そしてだんだん本当に好意を持ってしまうことがあります。人の心理って面白いですよね。これが認知的不協和です。なのでこのようにちょっとしたわがまま、頼み事を相手に言ってみるといいです。例えばそこの調味料を取ってとか、自分でできるようなことでもこう頼むようにすると、相手はあなたの他の欲求も聞いてくれやすくなりますよ。例えば話が盛り上がった時、途中で終わらせたりして、まずテクニック2のザイガルニック効果であなたのことを考えさせるようにします。すると最近よくあの人のこと考えてるなぁとなります。ってことは私って好きなのかなとなるわけです。そしてテクニック3の認知的不協和を使いこなせればもう完璧ですね。好きな人と秘密の共有をすることも認知的不協和が働きます。そんなに親しくなかった相手でも秘密を共有したことによって、心の距離が縮まって親密になることもあります。いかがでしたでしょうか。恋の主導権を握って、好きな人と素敵な時間を過ごしてくださいね。最後に言っておきたいことは、使いすぎはダメということです。例えばザイガルニック効果を何度も何度も使うと、相手はまた言ってるよとなってしまい、逆効果になります。不安と安心感を揺さぶる破壊力のある効果だからこそ、ここ一番で使うことを心がけてください。この動画が良かったなという方は、いいねとご登録お願いします。他の SNS も概要欄からフォローしてもらえると嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。またのお越しをお待ちしております。